青森県立郷土館は、青森県青森市本町にある県立の博物館で、ある。明治100年を記念して、設立計画が立てられた。1973年に開館した。古文書や青森市三内丸山遺跡の出土品など2017年、約10万点を所蔵している。主要な収蔵、展示は、重要文化財に指定された青森市三内、丸山遺跡の出土品。 社交機土偶で知られる津軽市亀川遺跡、八戸市、これ川遺跡をはじめとする考古分野に豊富な資料を有する。他、世界遺産に登録された白神山地などの自然分野、歴史分野、民族分野、産業分野などがある。美術品の多くは2006年7月13日に開館した青森県立美術館へ移管された。展示室構成は以下の通り。 建物の内正面玄関から向かって、左側の棟は、1931年地区の旧第59銀行青森支店、後に旧青森銀行本店となっていた。この部分の建物は、国の登録有形文化財となっている。新青森駅前東口3番乗り場より、宗方志向記念館行きにて、約30分、県立郷土館前下車、すぐ、 青森市,市民バス、青柳線本町5丁目とは併設していない。ありがとうございます。